なんで来るかな。心配だから。何が。逃げ出さないか。逃げるわけないじゃん。ちゃんと実家帰るってならいいけど。あのさ、ありがとね。え？いや、気にかけてくれて。何？らしくないな。僕、アリサがいたからできたことがたくさんある。やめてよ。あのさ、僕でよければ。え？付き合わない？やだ。え？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 いや、え？なんでそうなるの？え？だって、え？え、好きなんじゃないの僕のこと。どんな思い上がり？私と渡るはそういう感じじゃないから。え、そういう感じだったじゃん、この間まで。どの間まで？こないだだよ。まあ、僕のことめっちゃ心配してくれたじゃん。いや、私が渡るを心配してるのは親心だから。と言いますと？出来の悪い息子のこと心配してるのと一緒。それだけ。何それ。それじゃ、気をつけて。ひどくない。早く行きなよ、電車遅れるよ。できます。あ、何。ちゃんと切符買った？母ちゃんか。じゃあね。公園デートってなんかいいよね。なんだよ。いや、別に。なんか吹っ切れた？まあ、多少は。話したの？純太に。うん。なんて？素敵だねって。あいつっぽいな。優しいんだよ、純太。なんか嫉妬すんな。やめろよ、こんなとこ。なんで、吹っ切れたんじゃないの。多少はって言ったよね。いいじゃん。平野まめいさん。はい。どうぞ。失礼します。では早速ですが、あなたのセールスポイントを教えてください。セールスポイント。はい、背筋伸ばす。背筋伸ばす。まっすぐ相手の目を見る。はい、笑顔。あとは自信。私のセールスポイントはこの顔です。私はずっと見た目にコンプレックスを抱えてきました。それゆえにたくさんの可愛いを研究してきました。どうしたら私でも可愛くなれるのか、その研究のすべてが
私のセールスポイントです。御社の美容研究の力になれると思っています。僕たちはいつも意味を求めて生きている。誰かのために生きる意味、相手に尽くす意味、寄り添い合う意味。人は一人では生きていけないことを知っている。それでも人を傷つけてしまうのはなぜなのだろう。主人公最初はさ、バカにされてると思ってたんだよね。ん？アプリで大輔のこと見つけた時、ゲイのこと舐めてると思ってた。それでわざと声かけた。でも大輔と寝てなんか良かったんだよね。なんだよそれ。体の相性っていうの？下ネタじゃねえかよ。でも相性じゃん、なんでも。俺的には大輔が良かったんだよ。ゆうじろうはさ、どうして男が好きなの？え？ごめん、ちょっと気になっただけ。理由なんてないよ。なんで好きかまで理由考え出したらしんどくない？好きだから好き。物心ついた時からもう好きだったからね。そっか。でもなんでゲイなんだって自分を嫌いになりかけたことはある。それは周りに言えない。言っても理解してもらえないからだと思う。でも嫌いになったからって女を好きになれるわけじゃない。だから誰にも理解されなくていいから、自分だけは自分のことを認めてあげなきゃってそう思ったんだよね。それからそんなにしんどくなくなったかな。大輔、正式にさ、俺と付き合ってくんないかな。ちょっと待ってください。アリサちゃん、どうしたの？あの、お楽しみのところすみません。かしこまるね。私からも一つよろしいでしょうか？どうしたの？あの、私もその…え?あ、すみません。あの…好きです。え?大輔さんのことが好きです。ずっと前から好きでした。身の丈に合ってないことは分かってます。だけどそのちゃんと伝えないと後悔するから。ありがとう、アリサちゃん。でも知ってます、裕次郎さんのことが好きなんですよね。だから付き合うとかそういうんじゃなくて。駅からずっと二人のこと見てて。あ、つけてきてたんだ。あ、すみません。で後ろから二人見てて、すごく良かったから
幸せそうっていうか、なんかそういう感じだったんで。そう？ちゃかすなよ。幸せになってください。うん、ありがとう。失礼します。いい子だね。幸せになってくださいだって。急だね。ごめん、したくなった。最高か。どうだった？分かんない。そっか。でもまあ今までで一番頑張れたかな。今時間ある？うん。距離を置いてるんだ。え？茜と就活終わるまでは置こうと思ってる。どう思う？どうって？いや、こんなこと平沼さんに言うのもあれなんだけど、就活で追い詰められて彼女と距離を置く男ってどうなのかなって。それはさ、私が岸君のこと好きだって分かった上で聞いてるの。分かってるんでしょ、好きなの、岸君のこと。でも私なんかが芦田さんを押しのけてまで岸君と恋愛したいとは思ってない。そんな風に考えてる人間にそれ聞く？芦田さんの何が岸君をそういう思いに至らせたのかは分かんないし、別に知りたいとも思わないけど、なんかがっかりだな。せっかく就活頑張って帰ってきたのにそんな話聞かされて。前言ってたよね、芦田さんの空気読めないところが好きだって。でも今はそれがきついって。岸君も十分空気読めてないよ。結局自分のことしか考えてない。今そんな人と話したくないから。私隣いい？うん。あのさ、俺、あ、私からいいかな？この前ね、たっくんにいろいろ言われて私考えたんだけど、別れた方がいいんじゃないかって思って。え？私努力する。今の自分に足りないところを直す努力。でも多分時間かかる。たっくんの就活が終わるのに間に合わないかもしれない。
そしたらもっと距離を置く時間が必要になる。たっくん優しいから甘えちゃうんだよ。私のダメなところも好きって言ってくれるから。でもそれじゃダメなんだと思う。いや違う、ダメなの。もし私が少しでも変われて、その時にまだたっくん私と一緒にいてもいいって言ってくれるなら、またその時付き合ってほしい。ごめんね。ちょっと待って。何？俺もなんだよ。俺も全然ダメなんだ。茜だけが悪いんじゃない。俺にも山ほど直さなきゃいけないことがある。だからお互い成長した時にもう一度やり直そう。うん、それじゃ。やっぱり橋田さんにはかなわないなと思って。何それ。テルマくんないや。あ、ライバルだね。え、私今たっくんと別れたもん。たっくんに今彼女はいない。だからライバル。いやそんな、だって今エリナゾーって。どうかな、本当にやり直す気があるんだったら今追いかけてくるもん。でもたっくんはそうじゃなかった。だからこっからは私もめいちゃんも一緒。負けないからね。大丈夫です。あ、そう。え、何ですか？いや、別に。また飲み上がってんなって。しかし、綺麗に振られてたね。いや、ちょっとデリカシー。デリカシーなんて気にしてっか、振られんだよ。どういうことですか？いや、うちの実家、酒屋なんだけどさ、お店の中でお金払えば飲むことができるのね。それを求めていろんな親父たちが集まってくるんだけど、みんなバカみたいな経験山ほど積んでて、てか正直しなくてもいいんじゃないかなっていう経験も山ほど積んでて、なんかすごいなって。世の中いろんな人生があるんだなって。それに比べたら私なんて全然まだまだ大したことないなって思ってさ。そんな酒屋が跡取りになくてもうすぐ店じまいそうなんだよね。どうかな。は？え？え、今勧誘してます？いや勧誘って呼ばないで、新しい形のハローワークって。え、何ですか？え、酒屋ですか？うん、興味ない？跡取り探してるんだけど。場所どこですか？高円寺。あれ意外とまんざらじゃないからね。いや正直就活なんかしてて。お、酒屋でもいいかね。いやそれはちょっと、ちゃんと話を聞いてから。え、話す話す。いくらでも話すよ。はい。ちょ、レアだね。レア。本当に？本当に？はい、本当にいいの？何が？お母さんに会って何がしたいの？
話がしたいだけだよ。話って、はい、で、なんで君はいるの？あ、どうもーす。来るって聞かないから。まあ、なんかそういう危ない感じになったらいるでしょ。あ、自分、こう見えて柔道部だったんで背負い投げする機会ないと思うよ。されても困るし。まあ、状況を見て。ついでに彼氏紹介してきたから。まあ、いいじゃん。まあ、いいんだけどさ、逆にいいね。おお、全然大丈夫っすよ。ならいいんだけど。なんか、緊張っす。なんで大事？押すね。はい。あ、純太だけど。久しぶりじゃない、お揃いで。自分、私の彼氏。あっそう、入る。うん、せっかくならどうぞ。生きている意味、恋をする意味、涙を流す意味、自分を知る意味、寄り添い合う意味。正しい答えを見つけられるほどこの世界は単純なのだろうか。違う。俺は